ようこそ我々が21世紀によみがえりし永遠の独身貴族ジェンマシーンで搾取。ねえ、私たちこうしてビジュナビに永遠の独身貴族やってまいりました。さあ、そして私たち一体どんな存在なんだろう、一体どんなパリスからやってきたのか、パリスヒルトンなのかということをまずね紹介しなくてはなりません。なので一人、あ、もうポーズ解いていいですよ。はい、自由にしていただいて、あんま自由すぎんじゃないかこれ。まあそういうことで、自己紹介からいきたいと思いますけれども、まずは私がこの椅子に座っているマリス・ミゼルでございます。MC 担当フューチャリング以上です。よろしくお願いします。さあ、そしてじゃあ誰からいきますか。自己紹介したい人、はい。私が MC 担当フューチャリング一郎独身貴族でございます。拍手。ありがとう、ありがとう。まるで画面のパソコンの前から拍手の音が聞こえてくるようだ。そのネットワークの ISDN 回線を通じて。さあ、そして自己紹介続いてやりたい人、はい。じゃあ私がやります。私がMC 担当ジンマシーンのフューチャリング一郎でございます。よろしくお願いいたします。ビジュアル系を非常に不幸なく、愛しております。私がね、好きな、音楽はカラです。よろしくお願いします。さあ、そしてそろそろじゃあね、自己紹介の方に移りたいと思いますけれども、どうですか皆さん。じゃあ自己紹介、じゃあ椅子に座って自己紹介をねしましょうか。貴族ですから私たちね、はい。じゃあ誰から行きますか、誰から行きますか。なんで目をそらすんですかね、しっかりしてください。後ろは断崖絶壁ですよ、髪が。後ろ向かないで、私がやったんですから。じゃあそこのよしき、はい、もしくは矢上通る。こんにちは、ギター担当のマジョリカマジョルカマジカルヒモリです。お願いします。10点、次教師、はい。私がジンマシン MC 担当のフューチャリング一郎です。永遠の独身貴族でございます。よろしくお願いいたします。はい、次。じゃあもう一回行けということですか。ちょっともうそろそろ視聴者の皆さんも飽きてますよ。ビジュナビの前の皆さんも完全にこれ飽き飽きな展開ですからね。じゃああったまどうぞ。あ、はい、じゃあ椅子に座っていただいて、はい、そのお名前と、はい、あと、はい、特技を今日は披露していただきましょう。はい、はい、特技のあのいつものやつです。はい、はい、承知いたしました。はい、はい、破壊担当アッツァデストルと申します。よろしくお願いします。好きなアニメをお願いします。好きなアニメ、今期は C キューブが来ております。、はい、今期ね、はい、今期は C キューブ、はい、フィアタン推しでございます。はい、はい、水木奈々さん大好きです。はい、SC7Z 5667番でございます。はい、はい、フル株でございます。はい、はい、特技は何ですか。特技は、オタゲーとデス声ですかね。はい、はい、じゃあ今日は、はい、そのデス声で、はい、奈々ちゃん好きだと。もしかしてビジュナビさん、水木奈々さん見てるかもしれない。マジですか。見てるかもしれません。緊張してきた。はい、ここに水木奈々さんがいると、はい、じゃあ私が水木奈々さん役やりますから。しょ、はい。そんな格好しないわ。え、そう本当に怒んない。ごめんね、なんか。いやごめん、ごめん、ファンの皆さんすいません、やりすぎました。で、なんて言えばいいですか。奈々ちゃん好きだ、奈々ちゃんでいいんですか。あ、はい、奈々ちゃん、はい、奈々、はい、ちゃん好きだをデス声で、はい、はい、主張した後に、はい、ロマンスやる。はい、奈々に捧げるロマンスをやる。はい、失礼いたします。はい、ナナちゃん。ありがとうございました。ちっちゃいなのが短かったね。ありがとうございました。アッツザデストロイでした。さあ、そして、この、ハードルが上がった後に言っていただくのは、水木くん。はい、はい、プッシュドノイル水木くん。はい、別に叫んなかったですね。ベースでいいんですか。まあ、ベース、低音ですね。低音と書いて低音と読みます。低音と書いて低音、低音ですね。はい、ブッシュドノイル、水木アリストです、はい、よろしくお願いします。どうしたのどうしたの、病気なの病気なの。ちょっと、体調が悪いんで。あ、そうなんだ。
いいよ、体調悪いことにじゃあちょっと伝えて、ビジョナビの人に。はい、体調が悪いので入院費を貢いでくれる子を募集します。おー、はい、じゃあタヌキの掲示板におりますのでよろしくお願いします。私も常駐しておりますので、ぜひね、貢ぎを募集しておりますので、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました、はい、ね、さあ、続きましての常駐面はラストはキムです。お、座りから、うん、お、そうだよね、喋れないんだもんね。ブッシュドノエル水木アリサじゃなかった。ルーベラ木村カエレです。彼がルーベラ木村カエレです。好きなじゃあタレントさんは、好きなタレント大島優子さんだそうです。あとじゃあ何ですか、好きな温泉は草津温泉が好きだそうです、ね、温泉はよく行くんですか。あ、割と、はい、今季はどこ温泉推しですか。あ、Cキューブ推しだそうです。Cキューブはアニメですね。で、あとでそこの辺詳しく2人で話していただいて、彼がブッシュドノエルルーベラ木村カエレでした。ね、そんな私どもジンマシンでございますけれども、ね、じゃあ改めて定位置に戻って、ね、私どもこういうまあ21世紀最後の独身貴族ではございますけれども、あのね、これは3月の23日になんとオークレストというところでワンマンミサが決定しております。ね、ありがとうございますね。オークレスト渋谷にありますけれどもね、そちらの方でワンマンミサが決まったんですけど、なんと、1時間でソールドアウトと。その後30分後に通常予約受付中になってましたね、 E プラスの方では。まあ、そういう経緯があり、やっぱりソールドしてるんですかね、多分ソールドしたんでしょう。なので、これが流れてる頃にはもう買うことはできません。なので、ただ、買った人でちょっと多く予約しすぎたっていう人もいると思うので、ヤフオクとかに出してちょっとどこまで値段が上がるのかっていうことはね、確かめていただいても結構でございます。ただし私どもね、それ1500円でワンマン店やっておりますので、おそらく1600円ぐらいしかならないんじゃないかなと思っておりますけれども、まあね、そういうのもありますが、その前に何があっただろうか。何かあったっけ。あと何もないんだっけ。はい、だ、1月の15日、はい、1月の15日になんとね、武道館でゴールデンボンバーがこの公演をやっている裏で、私どもはルイード K4 というところで、こじんまりとミサをやっております。正直ね、もうゴールデンボンバーぶつけてきたかと思いました。あいつは本当やり方汚いなと。まあ、俺らがね、1月15日にこのルイード K4 でポップスのイベントに出るということをあいつら知ってて。